をいたしました。彼らがこんなに詰めかけちゃって、前に座ってる、すごい。若干みんな元気ない、これ大丈夫、慣れちゃった、まったりしてる、元気、OK ちゃん。ということで、ここでですね、次のステージの方をご紹介させていただきます。劇団アンドロジニーの皆さんです。メッセージをいただいているのかな？はい、そうですね。はい、どんなメッセージかと申し上げますと、団員それぞれの意思と個性を思うがままに紡ぐための器というテーマで活動しているスピリチュアルロックバンド。スピリチュアルロックバンド、これ笑っちゃいけないわよ。スピリチュアルロックバンドです。レインボープライドのテーマが正しく広く社会に伝わりますように、微力ながら僕たちもお手伝いができたらと思い応募いたしました。よろしくお願いいたします。はい、というようなメッセージでございます。はい、はい、ではその劇団、劇団っていう名前の、これもう見たら分かるけど、まあバンドだよね、ね。はい、4人組の編成になっておりますよ。はい、はい、劇団アンドロジニーの皆さんです。はい、ではカモンゴージャス。劇団アンドロジニーです。今日は皆さんよろしくお願いいたします。Shiva